嘘本当中井たんしつこいでしょすごいね、うん、ごめんごめんなんかバグっちゃったなんかふわっちが最近バグるなんかシステムらしいなんかよくバグるらしいよふわっち最近で一回もう真っ暗になっちゃったらもう配信切らないと戻らないんだってまゆもう卵ないのあるよ卵あるよマイク卵あーまゆちゃんにねなんかやってくれたけど何どうしたの何中井ちゃんのモノマネが好きなんだけどまゆちゃんのやるあそうなのそうやだよ中井ちゃんのためにでも見に行ったんだけどなんで私中井田のためにモノマネやなきゃいけないのすごいな私モノマネ人形じゃないからねかよく言われるんだよコメントとかで、うん、前これやれあれやれこれやれって言われすぎるとやりたくないのあれ歌えとかねなんかやれって言われたことやりたくなくないなんか奴隷みたいじゃん自分がやりたい時にやるんだよねそういうやついるよねなあなんか友達とかでさなあねえねえ、まゆ、あれやってよ。あの、いつものあのネタやってよとかいるじゃん、KY で。それ KY だからね。友達でいるわ。お前友達いないだろ。KY でやってなんかいた。エンターテイナーとかそういう問題じゃないんだよ。中井田に嫌われてるからね。そう。なんかいろんな人にブロックされた。そう、まゆもブロックしてた。ありがとう。あ、なおちゃんが。ありがとう、くま。あ、つなりすなおちゃんいつも来てくれてありがとうくま私ね今日ね動けなくてなんでかっていうと昨日さあの昨日ね自転車2時間ぐらい突っ走ったからね休まないといけないから私動けないんだマジで2時間チャリ旅してたのあつなちゃんあありがとうございますありがとう花火ありがとうございますたんけさんいやなんかツナちゃんがね嫌いって言われるとかねな分かんないよねいやいいから39号そういうでも安心しましたなんかあのこの前ツナちゃんがねリストカット配信してたって言うから私腕見たんですよツナちゃんの腕を切って血が出ていた、うん、でツナちゃんの腕見たらあの猫の引っ掛け傷ぐらいでした本当に血出た本当にびっくりしてやめて、うん、だって1週間ぐらい経つ、うん、大丈夫薬塗った、うん、さっきの薬塗ったでもよかったあの深くなかったからブロックしちゃうの言ったらってああ飲みすぎたらよくないね私もそういう舌あるからねいいじゃんそういう時あるよ解除するなああとツナちゃん、うん、なんか性病になったって一応病院行ってそのめっちゃ痒かったから、うん、本当最近暑いからあ蒸れてるでしょ蒸れて痒くなって、うん、まだ分かんないからねいや感じだではないってきたまあまだね様子見か今、うん、そんなかかるもんなのかなね放置してたのにどんどん出てこなってきたから、うんうん、行ってよかった治ったの、うんまあ、今夏ってのもあるよ、うん、別に私さツナちゃんのね枠最近見てるけどさ、うん、そんな叩かれるようなことしてないけどね免疫力下がるとあそれあるよ体調悪い時名前もだからそれある二日酔いの時とかねそうそう免疫力下がるらしいだから二日酔いの時に火薬さんに会ったからそれでコロナになっちゃったからえコロナになったのうん火薬さんの映っちゃって、ね、何でもそうだ感じたもそう一回なったらもうなりやすいよね、01 9時からだって01 9時からやるんでここナイス待機枠だから分からんのってちょっともう一回見ていいこれうんちょっと やってくれる内容見てさ、うん、分からないかな順番私さっきもやったけどやっぱ分かんないそれ絶対これトイレこれ一応これなんか分からん入ってたりあったりする
さ、十で終わりって書いてあるじゃん。ってことはやっぱこれが最後ってことですよね。そうだね、うん、数字もそうだもんね。そうそうそう、前ノーパンじゃないよ。今あのゼロワンのパンツ履いてる。え、つなちゃんこれどうしたの？いや、わかんないんだよ。うちよくさ、青技できるんだけど。青技すごいじゃん、これ。パンどっかにぶつけちゃうの、あのさ、つなちゃんのこと叩くのやめてくれない？いや、大丈夫だよ。まあ、もうつなちゃんに会いたかった。で、あんまさ、中板もあんま主張してこないでよ。あの、あんまり主張されすぎると うざいから。ツナもマイを叩かないでよ。叩いてないわからないね、これ、うん、そう、た多分なんかあれじゃない、なんかこうミスったんじゃないの。絶対ミスってるよね、バラバラだもん。だってわかんないでしょ、私もさっきやってやっぱわかんない、バラバラ、うん、だ多分なんかミスだよこれ。あの多分ここの制作ミスだと思う、これ。ここの後ろのあるじゃん、うん、これを見せながら、うん、こうこれ、なんかさ、私が読んでる時に、あの、あ、この絵だなってやつを差し出してくれる。そしたら私できるかも。そ う,、ね、そうしないとダメかも。バラバラだもんだって、うん、でもこれが1番だからってことは、でもこの絵を見たらこれ7番なんだよってことだよね。そうだから、とにかく これでまず読むじゃん、うん、で、次この絵だよって時とこの番号だよっていうのを、うん、あ、で、これが番号か。そうそうそう。で、1番を読む、うん、まずこれで出せばいいよね。で、もういいじゃん。この絵がさ、何番なのかって言ったら、うん、7番なんだよ。おかしいよね、バラバラなんだよ。で、でも数字的に読む番順番はこれだから、うん、そうそうそう、あ、うん、あの、前に差し出してくれる。そしたら私、ね、読めるわ。そうしないとダメ。じゃあ、紙芝居やっていいですか。あ、今やる、うん、あ、だったら私できる。OK。 紙芝居見たい。じゃあ見たいだって、こっちに来てもらって、これはもう使わないで、いや、使う使って、じゃあ差し出してもらうわ。これがいい、これがいい。これはあんま見せないで、数字通りに。でもこうやって私これも 見ていくから、この番号の文字を、それも差し出してもらいつつ、あ、この絵だなみたいなのをやってくれ、やってもらって、じゃあもう一回再度やります。違うんだって、165号、多分これね、制作ミスしてる。あのね、分かるんで、言いたいこと。すげえな、これ。これキッズが喜ぶよね。みんなよっさんの競売子ブロック、うん、で、これで出せばいいんだよね。じゃあ始めます。はい、ブロック、あ、誘導ブロックね。私見てるから見張ってよ。そう、あの、ほんと誘導やめてくんない？始めていい？ゼロワンも始めていい？ゼロワンのや、あ、ゼロワンの覚醒、ここまでか。世界の蓮華様様と恵みが苦しみの声を。お前らにはニャーニャントエ様は早すぎたな。出直してこい。アイヌペペが短歌を切り。悪の親玉ニャーニャントエは言いました。お前たちの弱さの印に呪いをかけた。近づくことすらもうできないだろう。世界の蓮華様様と恵みに闇が迫り、敗北の呪いが。次の絵は、次の絵はここの絵、この絵、この絵、この絵。その頃草原ではヒヨとヒナが、そのそばでいつまでも寝ているゼロワンにヒヨは呆れています。ちょっとゼロワン起きてよ。ヒナがゼロワンを起こそうとくちばしでつつきます。ほんとしょうがないやつ。ゼロワンが起きようとすると目をこすって、
世界の蓮華様様と恵みが助けを求めてやってきました。ゼロワンいるか？助けてくれ。ボロボロになった世界の蓮華様様と恵みをキヨとヒナは心配します。ちょっとあんたたちボロボロじゃないの、どうしたんだ。世界の蓮華様様と恵みは自分たちの身にゃーにゃートエにやられた。あいつ本当に強いよ。仲間も一人増えていてさ、あたしら負けちまった。お土産に変な呪いもかけられたよ。自分二人はゼロワンにお願いをします。お願いだゼロワン、一緒に戦ってくれ。目を覚ましたゼロワンは眠たそうな顔のまま、ゼロワンのあっさりした返事に思わずキヨが言います。軽いな、ニャーニャントエかなり手強いみたいよ。そうだな、あいつを倒すために仲間を増やさないとな。ゼロワンは仲間探しを決意しました。その時ゼロワンの前にユウナ過去男、よく笑うぼっち秋神様元秋組が現れます。聞いたよ、仲間を集めるって俺たち連れて行けよ。やつらは私たちにとって因縁の相手なんだって。あんたゼロワン、ずいぶん気が抜けてるみたいだけど今はね。キヨが意味不な返事をしました。よし、敵が同じなら仲間だ、みんな行くぞ。ゼロワンの掛け声で一同は出発し、秘密のアジトでニャーニャントエとアイムペペが話しています。どうやらゼロワンたちの虫キラたちが帰ってきたみたいですね。懲りないやつらだ。ゼロワンがニャーニャントエの前に現れました。ああ、はじめまして、俺はゼロワン、お前を倒す男だ。挑発するような発言にニャーニャントエは動じません。お前みたいなやつが私を笑わせるな、そう言い放ちゼロワンを鼻で笑います。ニャーニャントエの雰囲気にキヨとヒナが少し動揺します。ニャーニャントエオーラというか圧がすごい、パワーを感じる。呪いをかけられた世界の蓮華様様と恵みが苦しみ出します。これが呪いね。ニャーニャントエに近づくと苦しくて逃げ出したくなる。二人の様子にユウナかっこ男は驚きました。お前ら大丈夫か。よく笑うぼっちと秋神様元秋組は気丈にもあとは任せな、これでやっと仇が取れる。今まで溜まっていた念を晴らすために三人はニャーニャントエに勝負を仕掛けます。その様子に気づいたヒナとキヨは思わず3人を止めた。待て、あんたたちじゃ無理だよ。案の定3人はニャーニャントエの攻撃でボロボロになってしまいます。あれ、ちょっと待って、今さ何番って、バレバレだやっぱり、やばい、このままじゃ全滅だ。どうする、ゼロワン。キヨが助けを求めてゼロワンの方を振り返りました。ところがゼロワンはまたしても眠り込んでいます。寝てる？ヒナは敵を前に寝ている姿に驚きます。キヨも驚きながらこう言いました。またゼロワンはこんな大事な時に、ん？いや違う、寝てるんじゃない。キヨはゼロワンのある秘密に気づいたようです。どういうことだ？ついに来た。あんたたちはもうおしまいよ。キヨは勝負の行方を確信しました。何を言ってるんだ？
勝負放棄か。ニャンニャントエとアームペペは 何が起きてるのかわからない様子でした。ずっと眠たそうにしていたゼロワンが覚醒モードに入りました。そう、ゼロワンは深い睡眠に落ちた時に本領を発揮する特殊体質だったのです。この姿はヒナも初めて見たようで驚いた様子でした。寝たまま動いてる？寝たまま攻撃をするあの不気味な姿、あいつまさか我々の先祖を全滅させたと言われるあの伝説の。ニャーニャントエとアイムペペは何かを思い出したようで顔には焦りが出ていました。ゼロワンが覚醒モードに入った時の空間認識能力は誰にも負けない。キヨがそうつぶやくとゼロワンの進撃が始まりました。ニャーニャントエのすごい攻撃を目をつむったままかわします。気づけばゼロワンはニャーニャントエの目の前にいます。仲間の呪いを解いてもらおうか。あまりの速さにニャーニャントエはついていけない様子でした。早すぎて見えない。ニャーニャントエ様、ゼロワンは終わりだ、そうつぶやきニャーニャントエの一撃を与えます。ゼロワンからの攻撃に苦しみニャーニャントエは倒れます。その様子を見たアイムペペは恐怖心から逃げ出してしまいました。呪いが解けた、もう苦しくない。ニャーニャントエの敗北により世界の蓮華様様と恵みにかかっていた呪いが解けました。目を覚ましたゼロワンにキヨが話しかけます。おはようゼロワン。みんなどうしたんだ。寝ていた間の記憶はないようでゼロワンは不思議そうに周りを見回しました。覚えてないのかい。ヒナのとツッコミに笑いながら、ユウナかっこ男とよく笑うぼっち秋神様元秋組が言いました。母、あんたは俺たちのヒーローだよ。ああ、眠そうなリーダーにずっとついていくぜ。ゼロワン、眠そうなリーダーってなんだよ、かっこ笑。新しい仲間と出会い、守るべきものが増えたゼロワンはもっと強くなりたいと心で つぶやきました。これからも世界中の敵と戦うべくゼロワンの冒険は続くのでした。めでたしめでたし、おしまい。ゼロワンの覚醒でした。これね、運営さんが作ったやつみたいで、いや私うまいからね紙芝居って。いや私もね自分でやっててよく分かんなかった。なんか意味分かんなくない？ストーリー意味分かんない。アイムペペとか、うん、ちょっと よく分からんかったね。なんどういうこと？分かんない。にゃーにゃんとえ。え？わかんないよね。うん、私、ニューな過去男しかわかんなかった。それ以外知らなくてさ。ただ、この紙芝居のこの箱は嬉しいな。うん、全然話入ってこんかった。一番最初からもう意味不明だもんね。うん、あ、富江なのね。ちょっと漢字弱くって。私ちょっと今日むくんでるから顔あんま言わないで、今日ブスだから。今度は自分で作ってみな。なんかリスナーさん、なんか紙芝居作ってよ逆に。そしたら私読むから。それこの箱が嬉しいね。すなちゃん、こっち。私今日何も作ってないんだよ。でお腹も減ってない。眉はお腹いっぱい朝食べ過ぎちゃって。ゼロワン何食べたいの？それで新宿に泊まってたの？ホテル。そう、あの歌舞伎町で。また大阪行くんだ。大阪に、大阪メインってこと？
そうだね。お金かかるね、新幹線とか。新幹線で来た？新幹線。めちゃくちゃ金かかる。お金大変じゃん。大阪だって。え、新幹線？そう。え、14,000円？そんな安かったっけ？1万、だいたい。じゃあ、つねちゃん嬉しい。え、本当嬉しい。うん、ありがとう。会いたかったし。会いたかった。うん、会いたかった。1週間ぶりだもんね。バスだったら安いよ。うん、嬉しいよ、1週間。1ヶ月会ってないような感じしたよ。夜行バス大変だよね。辛いでしょ、夜行バスとか。夜行バス結局だから1時間。うわ、きついわ、それ。実家は、そんな滞在できないんだ。あ、ねえ、前のさ、あの、麻薬卵食べる？あの、麻薬卵作ったから、よかったら食べ。麻薬卵。自己物件らしい。たたび、そうです。ま、麻薬。おいしい？おいしい。ただちょっとね、これね、煮込みすぎちゃったっていうのもある。ちょっとね、もうちょっと半熟で作りたかったんです。本当？よかった。ビールに合うでしょ。そう、つなちゃんってね、いや、これ嘘でしょ。いつも騙される。おいしい？あ、よかった。嬉しい、つなちゃんに会えて、本当に。そうだね、お酒のつまみだけど。つなちゃん、今日何食べた？何も食べてないの？使い分け、マジで本当に食べてて。あ、そう。ちょっと、朝までの。簡単に作ろうかな。やっと復活してきた。何も食べてないなんて、ちょっと。なんか食べな。でもなんかお腹空かないよね、お酒の。髪の毛の色。いや、クールアドに買ってきたよ。なんかうちの子に叩いてる人って。ね、何も食べてないなんて食べてない。いや、それやばいって。そう、食べな。いつもうわ来たよってどういうこと。あ、私ひどくない？マジうぜ。今あの急いでお米炊いた。ちょっと外出るのもちょっとね暑くて、家にあるもので作る、適当に。ごめん、ね、冷蔵庫のあるものでいい？ありがとう。いいよ、お腹空いたらお腹空いたって言ってほしい。ありがとう。まあ、嬉しいから。本当に？うん。あの、私ね、気疲れるの本当苦手なんだよ。何型？うち大型。大型なの？え、そうなんだ。マリオと同じ。そうなんだ。いいんだよ、そこは。まあ、AB 型。AB 型。お前が気使えよ。私気使わないね。ただあの お腹空いてるって言われるとなんか作ってあげたいかな。あの我慢しないでほしい。それだけは。いや面白いよね。一緒に本当に？私 AB 型でもないものねだりでさ。一番大型が靴だと思って。私大型好きだよ。表向きはいいんだけど、きっとね、頑固で謝めて。買ったって。それでもあれじゃない？あの、その性格じゃない？その人の。医療大型の人。うん。それはね、B 型だって、今日初めて知った。ずっと、なんか。今日初めて知ったの？いや、大型って嘘ついたんだけど、今まで。あの、B 型って性格悪いってイメージがあるから、でも私ね、B 型好きなんだよ。友達 B 型多いもんだって。うん。嘘ついたんだって。それは大型だよって、だから嘘ついたんだって。そう、大型って嘘ついてたらしい。今ご飯炊いてるから30分後ご飯作るから待ってて。あ、大型なんだ。クズって言っちゃった。クズって言われるの嬉しいんだって。
で私ね自分がね、あカフェドリンクありがとうございます、ありがとう、母さん。もう一人の、あそれすらも嘘で、何大型って言って、でも本当は大型 B 型って言われるのが嫌で大型っていうことが嘘ってこと、ちょっと高度すぎて分かんないんだけど、 B に憧れてんの憧れるとかあんの、ゼロワン嘘ついたの、本当は大型なの、ちょっと O が嘘って言われたの、私 O 型 B 型好きなんだけどね、だからテンション上がったんだよ、 B 型なんだ、B 型って言われて、あなんか可愛く見えちゃって、あゼロワン B 型、私 B 型好きなんだよね、私も好き、ね私も好きなの、その根拠何じゃ、えゼロワン B 型じゃないの、えそうなの、そうそうそう、え配信者多くない、せいじさんも AB 型じゃん、かやくさんもそう、かやくさんも AB 型なの、そう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 、え AB 型多くない、だって AB 型人口的に一番少ないのにさ、本当にも AB だ、そう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 、そんなに多い、なんで、いや経営者はね O 型と B 型が多いの、これは本当、カルちゃん B 型、ヨウ君は O 型、そう言われたらそんな気がして、そんなに多いんだ、知らんかった、へえ。じゃあもう配信者の大手はさ、ほとんど AB 型が制覇してるってことになるよね、いやわかんない、ちゅらん、ちゅなちゃん今日前田敦子だったよ、へえ、そうなんだ、いやびっくり、いやあのほら配信では B って言ってたよって私言ったけど、飲み屋で働いてる時ずっと O 型って嘘ついてたから、そのパターンもあるよAB 型って言うと、いやなんか二重人格じゃんとか言われるのすごい嫌な気持ち、わかる、私もあんま AB って言いたくない、お姉ちゃんも配信で確かに言ってた、嘘ついてた、そう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 、私もずっと嘘ついてたから、うん、そのパターンはあるよ、A 型なんだけど、うん、AB 型じゃん、憧れてた、あ逆にってこと、逆に AB 型だって知ってるじゃん、兄弟だから、私これいつも言うけど、でね、まゆちゃん何型って言われた時に、まゆちゃん O 型でしょって言われて、いや違うよみたいな、で B 型でしょって言われて、え違うよ、え A 型って言われて、いや違うよみたいな、え AB みたいな、そうだよそれ、あーみたいな、謎のあーってやつがすごい嫌で、えずっと外れ、私ね AB 型ってね当てられないんだよ謎に、そのくせ AB だよって言うとちょっと時間置いて、あーねーみたいな、それがすごい嫌で、はい、隠してたずっと、眉は面白いけどアイテム飛ばないよね、ちょっとあアイテムください、ちょっと悔しいんでアイテムください、なんでそんなこと言われないといけない、でも A 型って言われる、 B 型っぽいって言われたら嬉しいって言われるんですよ、え A 型っぽいって言われるより B 型っぽいって言われた方が嬉しいかもしれないな、私AB って言われたくない、とにかくだってなんか AB ってなんかイメージ悪いじゃん、みんなを名乗る、風船ありがとうございます、風船が飛びました、いや B 型の女モテるよ、素直だからね、でも私ね AB だけど A と B ってさどっちもあるじゃん、私 B が強いと思う、 B が強め、あの思ったこと言っちゃうから、あでもやっぱ A もあるよね、やっぱ前も結構気使うからね、こう見えて、ありがとうございます、みゆちゃんありがとう、飛びますよ、ありがとうございます、ハート花火本田じゃん、ありがとうございます、ゼロワンと別れたの、私今どこにいるの、血液型です、でも私正直言うとあんま血液型信じてないかも、あ、ハート花火ありがとうございます、匿名さん、あ久しぶり、ありがとう、久しぶりだね匿名さん、 AB 型ミステリアス、ミステリアスってどういう、なんか不思議みたいな、読めない、私結構素直じゃん、ミステリアスとも思わないけどミステリアス、ミステリアス、ミステリアスじゃないくない
感じ。でもなんか時たま思ったこと言わないけどね。私結構だってさ、あのミステリアスな子っていうのは、うん、男受けいいんだよ。で私飲み屋で働いてた時は、うん、そういうのを醸し出してたかもしれないけど、こういうところだとその受けないからね。なんかゾクゾクする？うちスーパードライも飲むよ。毎度どっちが酒強い？すなちゃんだよ。すなちゃんすごい。だってほぼ毎日飲んでんじゃん。私毎日飲んだら死んじゃうよ。休肝日はないかも。確かに。それやばいよ。うん、肝臓若いんだね。なんかそういうの遺伝あるじゃん。多分肝臓弱ってるよ、ね。よりいいらしい。あ、ほんと動けなかったです。だるくて。いや、私だってもうパニック持ちだからね。パニックマジで？マジマジ。え、どうやって治ったの？うちは、何回もその電車とかでパニックやる。電車に乗るっていう。逆に薬は飲まない。えそう。映画館とかね、苦手になった。あ、わかる。あと病院とか。そう動けないでしょ、うん、動けないってなったら予期不安みたいなの来るよね。ザワザワしてくる。そう、で、あんまこういう話もするとちょっともう、あ、わかる、思い出すわけです。あ、これ食べてね、これ。あ、あれ対処療法だから。だから私ね、重いの飲んでない、軽いやつにしてる。あ、飲んでるんだよ。うん、飲んでる。あ、でも毎日飲んでたけど、なんか医者に言われたんだよね。なんか急に自分の気持ちで突然やめんのやめてください、それ逆に悪化しちゃうって言われたから、1年ぐらい毎日飲んで、あとは、あ、なんか今日なんか寝る、うん、ゼロワン、うん、ね、ほんと眠いの？うん、配信してる。ゼロワン、ちょっとじゃあピザ、お腹すいた？うん、ピザ食ってる。いや、私お米炊いたもんでさ、あの、なんかあったじゃん、なんかあの薄切りのやつ、あの豚で適当になんか作ろうかなって思って。それでいい？それでいい、うん、ゼロワンナイスやんなくていいの、うんうん、ちょっとゼロワンの枠つけてみる？いらない、うん、ありがとう、うん、だから言ったのにアニメ見ない。もうずっと見てて8時間アニメ見た。あなた、ゼロワンナイスをしたいって言ってる。ゼロワンのワーク30分だけやっていい？じゃあ、まゆね、やっていい？じゃあ、そのパスワードやって。じゃあ開いてやるで、やってって、開いて。30分だけやるから。皆さん、あのゼロワンの枠に言っても30分だけナイスだけ押して、今いや別にゼロワンが映ってたら契約違反にならないよね。言ってたよ、ゼロワンにナイスを押したいって思ってる人の直してください。早くつけなって。はい、そっちの携帯じゃないの？何投げたりすんの？は？前に使うな。ゼロワン配信やるってさ、やってくるない？ゼロワン今から配信やるみたいで、じゃあ枠切りますね。なんだよ。じゃあゼロワンの枠に行ってください。背中に投げたりする。顔に危ないから。じゃあまたね。ありがとう。危ないから。ゼロワンがやるってさ。